始まりました。はい、かっこチャンネル、イエーイ。はい、なんと今回はかごチャンネル1周年記念ということで、おめでとう、おめでとう、イエーイ。1周年、1年前にスタートしたかごチャンネルですが、今はね、たくさんの方に見ていただけるチャンネルとなりました。ありがとうございます。はい、そんな記念すべき1周年のカゴが歌ってみたはこちらでございます。シャランキューさんのシングル6枚目になりますね。シングルベッド、1994年10月21日にリリースされた曲なんですが、この曲以前にゲストメッセージをいただいた時に、シャランキューのシングルベッドを歌ってほしいっていうのを覚えてますか？はい、というわけでバンドのメンバーとスタッフと一緒に1周年何にしようかねって話してたところ、あ、そういえばそんな話があったねというわけで今回歌わせていただきます。私が芸能界に入るきっかけを作ってくださった方がシャランキューのつんくさんで、そしてモーニング娘。の総合プロデューサーでございます。リスペクトを込めて、感謝の気持ちも込めて歌いました。聴いてください。かぐあいでシングルベッド。
記念すべき1周年がですね、シャランキューさんのシングルベッドを歌わせていただいたんですが、皆さんいかがだったでしょうか。ありがとうございます。はい、つんくさんとのエピソードをお話ししたいと思うんですが、私が12歳の時にモーニング娘。第4期生として加入させていただいて、つんくさんは本当にすごいプロデューサーで、ジャケット撮影とか撮影の撮り方、自分がどういう風に見えるかっていうのを鏡の前で練習しなさいって教えてくださったりとか、あとはね、歌う時にマイクの持ち方、ちょっと待ってくださいね。例えばこうやってマイクがあったら、こうやって歌ったら顔が見えないと。で、自分が好きな顔の位置を、自分がじゃあ右から見られたい、左から見られたい、私は今左が好きなんですけど、じゃあ例えばその時にこうやるとか、ここに持つとか、このマイクの持ち方もここじゃないよとか、そういう細かいことをたくさん教えていただいたりとか、もうね、レコーディングの時、本当に当時多い時13人いたんですけど、13人一斉にレコーディングスタジオに入って、みんなこういつ呼ばれるかわからないですよ。次カゴとか次誰々っていきなり呼ばれるから、いつでも行ける準備をしなきゃいけないわけですね。一人ずつこう呼ばれて、ブースの中はうちら入れないんで、こう長い人がいると、今回のシングルはあの人がいっぱい歌うんだろうなとか、短い人だとうまくいってすぐ終わったんだとか、セリフだけなのかなとか、まあそういうなんかヒヤヒヤでも、一切そんなことはつんくさんうちらにも言わないで、で待ってるんですけど、まあ一人だいたい1時間ですね。1人1時間、長い人でまあ2時間ぐらいかかって、それがもう13人だから、もうすごい時間になるんですよね。15時間とか16時間とか、もう時計が一周するくらいで、一番最後の人が終わったら、じゃあみんな集まってって言って、一気に全員がブースの中に入って、ガヤっていう、例えばモニュースの曲が多いのが、フッフーとか、ほーほら行こうぜとか、笑うギャガラガヤとか、まあ、そういうのとかもたくさんやるんですけど、その瞬間がなんかこうつんくさんと一番近くにいられる時間なんですよね。この話ちょっと1時間ぐらいもらっていいですかっていうぐらいあるんですけど、タンポポの乙女パスタに感動っていう、私のタンポポを加入した初めてのシングルなんですけど、その時にとにかくつんくさんリズムを刻めと教えてくださって、チャッ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 、このカゴチャンネルでも何回も話してるんですけど、そのリズムをすごく大切にしろって教わってたんで、当時12歳だったんで、まあリズム感も本当になくて、金曜日明日は休みってあるんですけど、じゃんじゃんじゃん、金曜日明日は休みみたいな、こういうリズムを取れって言われて、何かの時に、あ、カゴ、サビ前にうんって言ってくれるって言われて、え？と思って、わぱぱぱ、金曜日って入るんだけど、ぱぱぱぱ、うん、金曜日ってやってたんですよ。それは練習のためにうんって言ってたんですけど、それが結果シングルになった時にうんが入ってたっていう。で、ファンの人がそのうんっていうところがカゴちゃんのパートだっていう印象を覚えてくれたっていう、そういうね、なんか一つ一つにちゃんとファンの人に印象に残るようなことを一人ずつに与えてくれたんですよね。なんでどの曲もみんながキャラを持って一曲一曲歌わせていただけてたなと思って、今考えるとすごいなって思いますね。やっぱり才能もそうだし、すごい努力塊、寝ずにモーニング娘。ハロープロのことを考えてやってくれてて、あとはね、まだあるんですけど、ダンスレッスンの時にシングルが決まると、まあ、曲になって、で PV に向けてダンスレッスンが始まるんですけど、その時もだいたいつんくさんが一番最初に来て、今回の曲はこういうダンスがいいってつんくさんが那須先生に伝授するんですよね。だからウォーウォーの時も、このダンスの時もなんか初めちょっと違くて、もうそれもこれに変わったんですよね。これもつんくさんがこういう感じがええねんけどみたいな感じに変わったりとか、まあ、とにかくダンスもつんくさんが携わって総合でプロデュースしてくれてましたね。もうね、あと1時間話していいですかっていうぐらいあるんですけど、それはおいおいなんか違うところでお話もできたらなと思っています。で、このカゴをこうやって作ってくれたのはつんくさんなので、本当に今回このカゴチャンネル1周年をですね、つんくさんのシャランキューの曲で歌わせていただけて本当にありがとうございます。多分こうやってね、メッセージをいただいて
こうやって実現ができたので、こうやって見てくださっているファンの方のおかげで歌えたことがあります。ありがとうございました。そしてかごチャンネル1周年なんですけど、去年の12月18日にスタートして、それもあの恋愛レボリューション21を歌ったんですが、それから1周年でしょ。この1年の中で多分モーニング娘。の曲とか、この間だとタンポポの曲も歌ったんですけど、もう懐かしいし、なんかごめんなさい、見た目はもう大人に変わってるんやけど、歌うともうその時の自分に戻れるんで、初めはね、なんか大人だし、もうこんなのやっても老けたとかうんぬん言われんじゃないのとか思ってたんですけど、意外と自分が楽しんでできたので、プラスなんか歌詞とかも昔だったらよく分かってなく歌ってたものが、今日みたいにシングルベッドだったらなんか意味を持って歌えたりとか、また違った考え方捉え方で歌えたことは、すごいかごチャンネルをやってよかったなと思ったことでした。というわけで1周年記念、皆様にこうやって支えられているかごチャンネルですが、2周年を目指してですね、頑張っていきたいと思うので、ぜひこれからも楽しみに見ててもらいたいのと、あとはチャンネル登録されていない方はぜひこの後もですね、楽しいコラボや楽しい企画も待ってますので、ぜひあのチャンネル登録して見逃さず一個一個楽しみにしてもらえたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。あー、今ね、息しなかったいいですか。じゃあもう1年なんでみんな分かってると思うんですけど、これで終わりましょうね。はい、というわけで今日もありがとうございました。以上、かっこチャンネルです。